ことわざとは何かということから入っていきたいと思いますが、冒頭に書とは完成しないワイドであるということわざがございます。そういう意味で言葉を使うということにおきましては誘導的であって、明確な定義ができないと思いますね。で、元明治大学の法学部の教授、乾先生、夏一さんには私の同僚でありまして、文化勲章をもらわれた大川誠先生は、辞書は絶対であるという立場を取らない限り、言葉を厳密に定義することは可能だと、このように、おっしゃっています。で、まず最初に、そのことわざとは何かということで、全体像を見てまいりますと、生成や変容、消滅を繰り返しながら、歴史を刻んでおるわけでございますが、時田さん、我々の学会会長の方で、ことわざ研究の研者でございますが、ことわざを定義して、17音の俳句より短い世界で、最短の言語定義であるというふうに、おっしゃっております。特に、ことわざが意識するものは、短さ、その他本日からしまして、俳句がその前提であるというふうに思います。次に、ことわざをこととわざに分けて、考えてみたいと思います。ことわざは複合語ですので、こととわざに分析することができます。で、ほぼことわざというのは慣用句の範疇にありますけれども、一筋縄ではいかぬ状況があります。この画面で、緑色で示しているものはことわざで、で、ことはと言いますと、言語の言、言葉ですね。それから、真が万象を表すこと。この2つに分けることができます。そして、わざ。これは、ある意図を持って行うこと、もしくはその技能でございますが、匠、働き、腕前というわざと、行い、手柄、身、学問、理系というわざが、最後に理系というものがあるように、2つは厳密に分けることはできないだろうというふうに思います。で、おのおの世阿弥が書いたといわれる風刺仮面の序にですね、事態と書いてございます。それ、猿楽万年の事態、その源を尋ねるという文言がございます。この事態にはことわざという部位が出てございます。これは野上さんと西尾さんの訳した本になります。そして田中さんの翻訳本の中にはことわざはひらがなになっています。そこにはゲーマという部位が出てございます。そして、馬場明子さんの訳で、花は心、種は技なるべしという文言に対しまして、対、技は技術の技と考えてよい。つまり、心と技との一体化した芸に花は咲くものと考えられたのであり、というふうな注釈がついて、ございます。ここにですね、実際にはもう少し、書いているのがこれでございます。で、ひらがなで、わざと表記する、しゃれで言えばわざわざこのようにするというのは、心を含めた技術の技を起こしているからです。つまり、単なる技術ではなくて、心も含めるという意味で、我々はひらがなを使う。その意味で、技言語というのは、クラフトランゲージというふうに置き換えてもよろしいかと思いますが、心と動き、もしくは形ですね、型ではなくて、形が瞬時に獲得できる、そういう言葉だというふうに捉えております。で、
次元化された最短文芸というのは私の勝手な流儀造語でございます。ことである真羅万象の言語化をこう意味しておりまして、そこにはことわざ作りそうさくことわざという意図が入っております。そして、わざというのは次元化することその技能もしくは技能というのは技術的能力もしくはされたものという意味が入っておりまして、 従来は私自身はことわざというのは体験により身体化された最短文芸であるというふうに捉えて、その次元化されたという言葉を作ったということから次元化された最短文芸というふうに捉えております。私体育の教師をしておりますが、体育の実技におけるいろは型作りを その中で、実際に学生が書いておりますのは、振り返りになって、そしてそれが実技そのものを向上させるのに役立っている、つまり、簡単作りが技言語として意義を成しているというふうに考えているように捉えております。で、越境し生成すくわざということで、 まずは、平常文が慣用句を経て、ことわざに至る過程を大雑把に捉えてみました。で、苦労するという言葉をまず用いました。抽象的な平常文ですね。これが2つ目、慣用句になりますと、骨を折るというふうに変化いたします。骨と折るが結合しまして、別の意味の慣用句になったという。 この骨を折るには、エピソードがございまして、昭和天皇が園遊会で柔道で優勝した山下さんとの会話の中で、稽古は骨が折れるでしょうねというふうに話されましたら、山下選手は、この前骨折しましたというふうに答えておりまして、これは慣用句として理解されたのか、もしくはジョークで言ったのか、この辺は理解が。 そして、3つ目として、ことわざには、骨折り族の二切れもということで、慣用句が豊かな文脈を得て、ことわざに生じましたというふうに捉えております。ことわざには見立てがございます。俳句にも当然ながらあると思います。つまり、俳句や短歌と、ことわざとは相互作用を持っておりまして、 掛け言葉や範囲、押韻、別居、輪廻か、その他、様々がありますが、その中から、誇張を取り上げてみました。先導を多くして、山に登る。これは誇張であります。そして、逸脱としては、朝日が西から昇る。誇張と逸脱の違いは、誇張は、現実ではありませんが、物理的にはあり得る。 しかし、逸脱として朝日が西から昇るということはないという。それから俳句にも、ことわざにもシャレの部分がたくさんございます。ありが、タイガー、イモムシャ、クジラ。これなどは日本語でしかわからない、面白みが出てこないんですけれども、もう一つ、これは類句でございますが、ありがとうなら、 今もし二十歳ということで、ありがとうとありが十匹というものをかけているわけでございます。で、七五調の妙味といたしましては、ことわざは俳句を取り込んでおります。一番世界でたくさん、ことわざになった原点は、聖書でございます。その次が論語です。そして、シェイクスピアというふうに言われておりますが、 目には青は山ほどとする発芽というのはことわざになっています。で、ことわざと例えば俳句の違いは何かというと、作者が分からずして知らずして、使っているというのを一応我々はことわざというふうに言っているわけでございます。そして、もう一つはことわざを下にとする俳句では、井の中の蛙、もしくはカエル、大海を調べているものが
使います。無育や異表現では、井の内の蛙、井の中の蛙、井の元の蛙、井戸の中の蛙ということで、8音、8音、9音。で、最後のは、ちょっと1音多くてリズムが悪いというわけですね。そして、これを元にして、サミダレは、大会渋谷、井の蛙ということで、帝国が作っています。正岡式以降は、ことわざを俳句化するということは行われて、あまり行われておりませんが、それ以前は俳句とことわざはかなり濃密に交流をしていたというふうに考えられます。で、創作ことわざを、まあ、私はどちらかというと重視しておりますが、ルミック表現や異表現というのは創作ことわざの源流だというふうに、そして、なぜそういうふうに私は考えますと、誰かがどこかでいつの日か作った話と広まったということで、誰かがどこかで、いつの日か話したことが広まってことわざになったわけでございますので、最初の作るということを積極的に、取り入れていくということが、やはり、ことわざの発展にプラスになるのではないというふうに思います。つまり一人の知恵が、失礼、一人の基地、どんちでも構いませんが、その基地が万人の知恵ということでございますので、その一人の知恵をどんどん広めていこうというのが私の立場です。そして、Wise men make proverbs and fools repeat them ということで、後ろの方は別にしまして、賢人がことわざを作りという英語のことわざがあるぐらいですので、ことわざは作られて何だおかしいわけではないというふうに思います。日本語では解釈ことわざ、新ことわざ、現代ことわざ、純ことわざ、偽ことわざ、偽ことわざというふうな表現を持って、使われておりますが、それはパロディー化して、自分自の創作につながっております。自分というのは、江戸時代から続く現代の、言葉遊びでございます。で、英語には特に、バーモント大学のミーダー先生の著書の中に、アンチプロバーブという表現が出てございます。ここにはモダンアンチプロバーブスというサブタイトルがですね、ツーシティドゥウィズダムの中に書かれています。そういう面で、このアンチとは一体何なのかというのが、私の懸案事項でございました。で、アンチのニュースも、これは、アンチエイジングなどというのが日本でもよく言われておりますが、ギリシャ語では何々に反対のという意味ですが、これは我々が通常、反対反対というふうに理解しておりますが、それではどうも理解が進まないということで、調べ物をいたしましたところ、型にはまらない、類型から外れた、典型ではない、個性的なという意味になっています。そういうふうにしている間に、反知性主義、に出会いました。そして、それを日本語で書いておられる国際基督教大学の学長さんの表現に出くわしました。この言葉は単なる知性への反対というだけではなく、もう少し積極的な意味を含んでいる。本来、反知性主義は知性そのものではなく、それに付随する何かへの反対で、社会の健全さよりもむしろ健全さを示す指標であるというふうな言葉に出会いました。我が家を得たり、膝を打つということでございましたが、続けて森本さんの表現を引用させていただきますと、大化が持つ旧来の地や権威への反逆であって、その反逆により新たな地の可能性を開く力ともなる。反知性主義は知性の発展にも重要な役割を果たすのである。反知性主義とは知性のあるなしというより、その働き、機能を問うものであるという言葉が出ております。で、現代の日本での反知性主義は、ネガティブに捉えられている面が多いんですが、これをポジティブに捉えていく。イノベーションというのは、この反知性主義から生まれたのではないかと私は考えております。
それで、私自身はその下に、書いて、おりますように偏重した知性は権力や制度の一部になり得る主義主張立ち位置を自覚的に振り返る必要があるその思考性こそが反省主義なのであるということで、私の創作ことわざとおそらくここにいらっしゃる皆さんの考え方とは一致しているのではないかというふうに考えておりますで知性への振り返りを考えてみますとリスペクトが思い浮かびます、リスペクトは振り返ってみるということで、原型はラテン語でございます、日本語で考えますと人としての価値を認める敬う尊重する重んず考慮する注意する守る計らわるということでございますで、これに、出くわしてましたのは実は見返りあみだ、ブッダの見返りさん、あみださんですね、霊感道善林寺、外国人が行きたいと、5番目に入っております、今朝の朝日新聞の B 欄に載っておりましたが、この霊感道善林寺にございます、見返りあみだ、この見返りから私は、このリスペクトというものに気がついたわけです。残念ながら振り返りに尊敬するという意味合いは日本語にはございませんなぜか分かりませんこれは今後の課題ですで、ことわざに見る反知性主義という知性ことわざは反知性主義なんですが実は庶民の知恵であることわざというのは反権力の存在なんですが伝承性が不可欠であるとする権力構造に陥って閉塞感を漂わせているというのを私は感じております、その意味で、創作ことわざモダンアンチプロバーブスの存在意義として創作ことわざはことわざ本来は反知性主義なんですがそれを取り戻さなければいけないという意味から創作ことわざはスーパーバイザーであるというふうに考えております、つまりことわざでいう大凧に教えられて浅瀬を渡るという役割を果たしているもう一つの言い方からすると親の心を子知らずに対してこの心を親知らずという切り返した言い方への気づきを促し子供は親の背中を見て育つというには反転教師としての背中があるこの親のようになりたくはないという意味も含まれているということがここにあり子供としての創作ことわざがことわざ本来の知性と反知性を取り戻すことになるのではないというふうに考えております、まあ、そういう面で、ちょっと時間が過ぎそうでありますが知的、ご真実として、ことわざは柳田国夫が言う武器説それは具体的に説得とか論破記憶術ニーモニーですね覚え歌教訓ユーモアがその中に含まれておりますで、阿吽の呼吸がそこに出てくれば友達としての付き合いが非常に密という意味ですねで例えばそれが眉に唾をつけようというのが眉に唾をするということで眉唾になっているわけです、四音でことわざが成り立っているわけですね、ぬかに釘を打つようにぬかに釘を打つぬかに釘ということで体言止めが日本のことわざは多いということであります、そして、ことわざそのものはないようであるわけですがぬかに釘というのは音数が3音そして助詞に注目していただきますと完全に一致するものは壁に耳であります、音数も助詞も全く同じであります、豚に真珠胸に一物は二という助詞は同じであります、が一物真珠というのは一音多くなっているということでございます、
例えと言葉が技言語を示してみますと、何々のようにという表現がされております。例えば、油紙に火のついたように、金の茶釜が七つあるよというような言葉がございます。で、それは百姓は財の余らぬように不足なきように治むこと道なりという表現が、生きぬように死なぬようにそして生かさぬように殺さぬようにという表現に変わったものと類推します。で、先ほど少し申し上げました技言語としての死害を握るという極意を示してみますと、表現としては鳥を逃がさぬように殺さぬように生卵を落とさぬように割らぬようにというふうになっております。そして、それは私自身は握り卵の手の落ちという剣道のグリップでは言い難い、技言語として、日本の剣術剣道を支えているというふうに、まあ、これに対する反対するのは手の内を明かさずということになるわけです。手の内を明かすということと明かさないことがどういう多様性があるかということにつきましては様々でございますが、まあ、この手の内を明かすということわざを用いまして、今日はことわざの技という手の内を明かして、おしまいにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。